家庭菜園ライフ。板橋で菜園をやっている高木です。今日はこの症状が発生したら要注意、肥大化を止めてしまう5月のニンニク玉ねぎの厄介な事象についてご紹介します。ニンニク玉ねぎ、これのね、肥大化の時間ですけども、残り1ヶ月を切ってしまうタイミングになります。このタイミングからはいかに枯れないように、病気にならないように、そして害虫被害に遭わないように、こまめなチェックが重要なポイントになります。病気や害虫被害に遭う方の多くがチェックがね、少し足らないというケースが多いと思います。日常的にね、チェックをしておくと異常にすぐに気づき、適切な対処がしやすいと思います。病気や害虫被害をね、完全にゼロにするには難しいと思います。ですので、日常ね、日頃チェックをしながら素早く対処することを心がけていただくといいと思います。今回はニンニク玉ねぎの5月にね、やる作業についてご紹介します。こんな症状がね、出たらぜひやってみてくださいというポイントなので、試してみてください。はい、それでは行ってみましょう。ではね、現在の玉ねぎ、そしてニンニクの状態からご紹介してみましょう。ニンニク、玉ねぎともに和製品種についてはもうそろそろ収穫のタイミングになります。例えばね、玉ねぎの和製や極和製は5月に入るとね、もうすでにね、葉が倒れてくるものが出てきます。葉がね、こう倒れてくるタイミングが玉ねぎやニンニクの収穫タイミングになります。倒れてからは素早く収穫しましょう。ニンニクも早いものは5月にはね、もう収穫できるものが出てきます。どちらも収穫した後は紐などで束ねて、通気性がいい場所に吊るしてね、置くようにしてください。余分な水分が抜けて少しね、保存が可能になります。ただしね、和製品種というのはあんまりね、保存性が良くありません。ですのでね、できれば収穫後は早めにね、食べていただいた方がいいと思います。ニンニクなどもね、すりおろしたり新鮮な状態でね、食べていただいた方がいいと思います。少しね、日持ちさせたい場合は、瓶詰めなどにしていただいてもいいと思います。やってみてください。それではね、5月こんな症状にご注意いただきたいということをご紹介しながら、対策そしてそのポイントをね、ご紹介しましょう。それでは一つ目です。病気ですね。とにかくね、もうこの時期はもう病気の予防です。このね、一点がね、とにかく勝負になります。薬剤を使ってね、栽培している場合はそこまでね、気にしなくてもいいかもしれませんが、無農薬あるいはね、家庭菜園でやってる場合は病気にね、いかにかからないようにするか、そこがね、工夫のポイントになります。5月の後半まで病気にかからず乗り越えられれば、玉ねぎ、ニンニクもね、かなり大きくなります。ぜひね、注意深く、観察していきましょう。予防と対策、それぞれね、分けてご紹介しましょう。まず、予防ですね。ニンニク、玉ねぎの病気のね、大半が過湿によるね、カビが、原因です。ニンニク、玉ねぎで多いのがサビ病、そしてもう一つがベト病です。どちらもね、過湿による原因が多く、急に発症する場合があります。予防対策としてはまずね、いずれにしても水やりはやらないということは注意していただきたいと思います。薬剤をね、使わない対策としては重曹水をかけるという方法をやってみてください。アルカリ成分で病気やカビが発生しづらくなります。やってみましょう。もしね、土壌の水はけが悪いような場合は、水を少し掘って通気性そして乾燥しやすい状況を作ってあげてください。続いて感染時の対策です。まず1つ目、感染してしまった葉っぱ、これを除去するということです。サビ病などはね、はっきりと葉っぱに変化が出ます。一部そういった症状が出ている場合にはカットしてね、感染してしまっている部分を除去するということが必要です。そのままにしておくとどんどん広がっていきます。2つ目、抜き取ってしまうということですね。感染してしまったね、株を抜き取るか、もうね、もう収穫ということにして抜いてしまうという方法があります。どちらかね、やってみてください。全体的にね、これが広がってしまった場合については様子見という方法でも OK です。もしくはね、徐々にね、順番にもう収穫していって食べてしまいましょう。他の株はしっかり育てたいという方は、病気になってしまっているものだけ間引きましょう。
ただしね、ベトロ病などは感染が広まってしまうと、もう卵がね腐ってしまうということがあります。ですのでね、大きくなったものからどんどん取っていきましょう。ということで、病気になってしまったらね、治すことはできませんが、このようにね、予防そして対策をして、予防としてはね、元気な株には広がらないように、対策としては元気な株に影響がないように、こういった選択をね、していきましょう。続いて2つ目の5月の作業です。とう立ちしてしまった部分の撤去です。玉ねぎの場合もね、とう立ちしたり、ニンニクの場合にはニンニクの芽が出てきてしまいます。これはね、いずれにしてもいつかは出てきてしまうものです。早いか遅いかによって違いがあります。玉ねぎの場合は収穫までとう立ちしない方がいいと思います。とう立ちしてしまうと玉ねぎが硬くなり、味も落ちてしまいます。芽が出てくるタイミングで玉ねぎの、ね、中心部から徐々に栄養を吸収していきます。玉ねぎの中心部が伸びていくので、肥大化された部分で蓄積された養分がどんどん、ね、使われてしまいます。ですので、ね、硬く味が落ちてしまうということになります。作業としてはとう立ちしたものから取ってしまう、もしくは、ね、カットして、まあ、多少ですが延命させるという方法があります。これも、ね、定期的にチェックをすることでとう立ちが、ね、始まったタイミングがはっきりしますので、対策がしやすくなります。ニンニクの場合は、ね、必ずしもとう立ちが悪いわけではありません。放置してしまうと、ね、肥大化に影響が出てくる可能性があります。しかし、ね、ニンニクの芽自身食べられるので、そういったメリットもあります。またね、とう立ちして芽が出てきてもニンニクの玉にはね、大きな影響はすぐには出てきません。ですので、ね、チェックしたい人、あとは、もうすぐねカットしてニンニクの芽として食べてしまいましょう。はい、3つ目、害虫対策です。この時期ね、大きな害虫は特にはつかないと思います。ですので、観察が必要で、小さなね、アブラムシ、これがね、たくさんついて増殖してしまう場合があります。特に、栽培の終盤、株がね、弱ってくると徐々に発生し始めますので、葉の裏や成長点付近をねしっかりとチェックしていただきたいと思います。見つけ次第捕殺してください。そら豆などと比べるとね、あそこまで一気に増殖するということは少ないのですけども、こまめにねチェック、そして撃退しておかないと葉の養分がどんどんね吸収されてしまいますので、光合成などに影響が出てきます。ということで、必ずねチェックして撃退していただきたいと思います。そしてね、最後には雑草対策ね、これをしっかりやってください。暖かくなってきたのでね、株元植えた穴からね雑草がたくさん出てくることがあります。あまりにもねその雑草の勢いが激しいと、養分をね吸収するのが強行してしまい、またね通気性も悪くなって病害虫が発生することがあります。穴の中はもちろん、株間などもねこまめに雑草処理していきましょう。やってみてください。今日はニンニク玉ねぎのこれだけはチェックしてほしい5月の対策ご紹介しました。この動画がね面白かった、役に立ったという方、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。ではまた。